それなのだがな。私からもお願いしますわ。お嬢。やろうども。お帰んなさい。おう。必勝祈願の儀式？我が一族に古来から伝わる由緒正しき出陣前の儀式なのである。お嬢の決定によって魔人を敵とみなし共闘する間柄になったとはいえども、正直お前たち勇者の一行に根強い不信感を持っている者たちは少なくない。まあそりゃそうだろうな。が、それでは到底魔人には勝てん。信頼できる味方など不安要素でしかない。そこで我が輩と愛妻が考えたのが、一族古来の祭事に俺たちを参加させて信頼感を築いていこうってことだろ。その通り。飲み込みが早くて助かるわい。では早速これに着替えよう。って着替えって言ったって布切れ一枚だけなんですけど。当たり前じゃ。すっぱらかにふんどし一枚のみ。これぞ真の戦士の最強霊装ぞ。わかんなくはないけどさ、みんなにドン引きされるって。いやなーに心配無用。多少布地の面積こそ増してはおるが、戦地に向かう勇士に男女の区別なし。たとえそれがお嬢であろうとも、
聖なる戦祭りにはふさわしき格好にて参加していただいておるのだ。なんだって？魔人エクリプスを倒すと誓った恐れ知らずの真の勇士たち、出てこいや！ブッヒブッヒブッヒハー！ブッヒブッヒブッヒハー！なんというカオス状態。お立ち台に乗った俺たちを多くの群れが持ち上げて胴上げみたく運んでいく。めちゃくちゃ揺れる。つうか男の俺がきついってことは。ブッヒブッヒブッヒハー！ブッヒブッヒブッヒハー！うわわわわ、落ちちゃう。やだ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 。サイカとかガン泣きしてるし、うわぁ、いろいろと乱れまくりだけど、多分気にしてる余裕ないだろうな。ブッヒブッヒブッヒハー！すっごく楽しい。それそれそれ、ブッヒブッヒブッヒハー！あんまり揺すると、こぼれちゃうんですけど。ジオレットはノリノリで、キュプラもまあ割と取り乱してなさげだけど、胸元のあたりは暴れたい放題で大変なことに。ブッヒブッヒブッヒハー！ブッヒブッヒブッヒハー！うおぉ、体が吹っ飛んで。視線制御全力サポート中、マイマスターしばしご辛抱を。三半期間ズタボロ、気持ち悪い。ドーズのことは悪魔さんに任せとけばいいとしても、ピアはダウン寸前みたいだ。なんとか無事に生き延びてくれ。けど誰よりも一番すごいのは、おー！皆さん、この私を大いに叩いてくださいませ！なぜならば、私の名前はキタニア。今は亡きドン・リベロスの一人娘であり、父に代わってあなた方に幸せな日々を必ずもたらすと誓ったものなのですから。おじゃん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 、ティタニア様、ご分を。ブヒブヒブヒ、ティタニー様。ありがとう、ありがとう皆さん。私必ず勝ってまいりますから。俺たちからしたら悪の秘密結社の女資料でかなり困ったやつだけど、でもここにいるオークたちにとっちゃ彼女こそ真の勇者なのかもな。あ、目が合った。かっこいいぜ、悪の勇者キタニア。別に、あなたとお揃いで勇者呼ばわりされたって嬉しくなんかないですからね。口笛とかおやめなさいな。恥ずかしい。正義と悪の勇者パワー、両方備われば、すなわち最強に見える。皆の者、あらん限りの声で讃えよう。そなたらの雄たけびを力に変えて、魔人を滅ぼす者たちに思いのすべてを託し、見送るのだ。ブッヒブッヒブッヒハー！ブッヒブッヒブッヒハー！ブッヒブッヒブッヒハー！ピッ！
俺の番だ。みんな逃げろ。俺の番だ。みんな逃げろ。俺の番。みんな逃げろ。いざ、ここは引きましょう。俺の番だ。みんな逃げろ。よし、みんな逃げろ。やって、みんな逃げろ。よし、みんな逃げろ。やってやる、みんな逃げろ。よっしゃ、みんな逃げろ。でも、さあ、行こう。うむ。みんな逃げろ。よし、みんな逃げろ。僕ので逃げろ。勇者くん、でも。よせ！わあ！パストラムさん？それは。
ウテルスだ。お掃除開始。参ります。かやってやる。近く、あ、僕の出番だね。ピアノターンで、お返しだ。出るや。よし。ほんと、ムカつくよね。せっかく仕込んどいた種をカラスみたいにほじくり返してさ、君たちそれでも勇者様ご一行なわけ？魔人エクリプス、こいつが。まあいいけどね、もう一回撒くだけだから。まさか、また再生を。せっかくだし、特別サービス？いらないってば、そんなサービス。まずいよ、勇者くん。このままじゃ。虹の剣から光が。それだけではないぞよ。みんな、ソウルを一つに、俺に全てを預けてくれ。はい、勇者様。なんじゃこりゃ。
これが…あっ！え？レイン、どうかしたの？なあ、パニーニャ。もしかして今、鼻歌とか歌ったりしてた？歌ってないけど、なんで？いや、歌声みたいなのが聞こえた気がしたんだけど…あっ！歌ってたの、この子だわ。言葉よりも先に歌っちゃうなんてね。君の子らしいよな。すごいよ。この可愛い声で早く呼んでもらいたいな。ママ、ばあちゃん、早く。呼んでくれた。まるで答えてくれたみたいに。すごい、すごいわ。この子ったら本当に良い子。うん、人の気持ちがちゃんとわかる優しい子なんだな、きっと。ごちそう作ってお祝いしなくて。本当に嬉しい日。お前が今日たくさんの言葉を喋ってくれたのは、多分俺たちへのプレゼントみたいなものだったんじゃないかな。ほんのちょっぴり喋っただけなのに、あんなにも喜んじゃってさ。もっとしっかりと気持ちを込めて二人のこと呼んであげたかったよ。父さん、母さん。やってやる！みんな逃げろ！切り捨て！ここは引きましょう。おお。うん。
まあ。なあ、ティタニアってさ、ジオレットやサイカやピアたちともこんな風におしゃべりとかしてるのか？バカなことを言っちゃいけませんわ。私はネオブッチャーを率いる悪の女王ティタニアですわよ。今でこそ成り行きであなたたちに協力してますけど、本来なら正義と悪の敵同士なのです。馴れ合いなんてプップクプーですわ。でもその割に俺のとこにはちょこちょこ顔を出しに来るよな。敵情視察ですわ。仲間になったと油断している今のうちに あなたの弱みを見つけ出して後からケチョンケチョンにしてやるんですの。いや、本人の前で言うなって。まあいいけどさ、年頃だって近いんだし、乙女のみんなとも仲良くしてくれよ。一緒に旅する仲間なんだし、その方がきっといろいろと楽しくなるぜ。一緒じゃありませんわよ。え？私とあの人たちの間にはどうしても埋められない溝があるんですのよ。心を通わせるなんて簡単には言えないくらいの。なあ、もしかしてお前自分が乙女じゃないことは気に？帰ります。あ、おい、ティタニア！あなたのその願い、叶えて差し上げましょう。え？ああ！じゃなくて、ごきげんよう、勇者様。え？え？え？イーリス様が私のお願いを叶えてくれたんですのよ。4人目の乙女としてあなたを助け、魔人を倒す力になりなさいって。何ですと？なんだかわからないけど、すごい勢いでやられた。やったね、ティタニア。
アビスゲートサイン、その威力チート気味。悔しいですけど、あなたこそが最強の乙女ね、ティタニア。いいえ、これも先輩たちのご指導の賜物。私なんて足手まといでしか。いや、キタニアは十分に立派な乙女だよ。勇者様。イーリス様が君を選んでくれたからこそ、俺たちは悲願を果たすことができたんだ。ありがとう。本当に感謝してる。私はただもっと勇者様の手助けがしたくて、それだけで必死だっただけで、だから嬉しいんですの。ラルクのお役に立てて。ティタニア。私、あなたのことが好きなんです。地下に二人っきりで閉じ込められて、いろいろとお話をしたあの時から、あなたのことが気になって、だから無理につきまとって。うん、なんとなく気づいてたよ。ティタニアが俺に好意を寄せてくれていたってことは。でも言えなかったんですの。だって私は乙女じゃなかったから。勇者様に選んでもらえる資格なかったから。でも今は違うだろ。俺もティタニアのことが好きだ。ずっと一番近くにいてほしい。ラルク。できないくせして必死に。あなたの言葉がね、やっとあなたのことが好き。イーリス様はきっとお見通しだった。嬉しいです。私の強く抱きしめていて、幸せでとろけて愛しています。来て。そこは。いいの。嬉しいです。お願い。夢だったのか。って何を真剣にため息ついてんだよ俺。ティタニア、おはよう。おはようございます。どうしたんだよ、顔色が冴えないぞ。あなたの方こそ、いつもの無駄な元気が声に出ていませんわよ。そうか。顔を洗ってシャキッとしましょう。あなたもそのつもりなんでしょ。ああ、まあそうだけどさ。はあ、素敵な夢って覚めた時ほどに虚しくて残酷ですわね。ああ、まったくだ。露天風呂だって？そうなのよ、町の人から聞いちゃったの。ラウエアさんの火山活動が静まってきた影響らしいんだけれどもね。なんだか
近隣にいくつも温泉が湧き出して、ちょっとした秘湯ブームなんですって。わあ、いいなあ。ふむ、もしかするとそれは以前に噴火を止めるために火口に投げ込んだ氷結の祈り石の作用かもしれぬな。ああ、父さんたちが火竜を退治したっていう作用。じゃが影の功労者はケプラじゃぞ。こやつが神器を強化できたからこそフェクダは壊滅せずに済んだのじゃからな。のほほんとしてても先代勇者の仲間だっただけのことはありますわね。プラネ、さすが。グッジョブ。やだもう、くすぐったいわ。ねえねえ勇者様、ここは一つ先代様たちの足跡をたどりがてら温泉行ってみましょうよ。不謹慎。うん、と言いたいところですが、今回ばかりは私も賛成します。え？温泉は疲労回復にも良いものです。この先の激戦に備えるという意味でも英気を養っておくのはどうでしょうね、ダルク。ああ、うん、いいと思うぞ。言っておきますけど、覗きは切腹ですから。解釈の方は私が手づから行いますので。は、はい。生き返るわ。おっきな湯船だから手足が伸ばせて本当に気持ちいいな。お湯もですけど、この景色がいいですわね。真っ赤な葉っぱがハラハラ舞って。うむ、眼福眼福。サイニャン、どうしたの？いえ、万が一とは思うのですが、変態勇者めが覗いているのではと気になってしまって。アハハ、サイカっては気にしすぎだよ。ジオレットは無頓着すぎなんです。何ですか、前も隠さずに。別にいいでしょ、女の子だけなんだし。そうかもしれませんが、自意識過剰すぎじゃありませんこと。それに意識しすぎるということは潜在的に見てほしいって願望の表れだという説もありますのよ。な、ティタニア。へえ、サイカってば。お堅く見えて意外にそうなんだ。もう！やれやれ、かしましいの。いいじゃない。今日ぐらいは羽目を外したって。みんな、年頃の女の子らしい顔して、とっても微笑ましいわ。うむ。それは言えるかもしれんな。いやあ、バレた。ビアちゃん、私の胸をわしづかみにして、何のつもりかしら。パニーニャお姉様が言ってた。おっぱい、大きくしたいなら、チューチュー吸い取って、奪え。さすがに姉から薫陶を賜った妹分だけのことはあるな。あっあっあ、兄ニャめ、どれだけデマばっかり広めてるのよ、おバカ。はあ、向こうは盛り上がってるな。黄色い声だけで悩ましい。むはは、勇者よ、我らがいるではないか。男同士裸の付き合いだ。腹を割って語り合おうではないか。いや、いいです、マジで。ラルクお坊ちゃま、それでは私めがお背中を流して差し上げましょう。ご幼少の頃のように。ああ、うん、頼むよ悪魔さん。かしこまりました。
だったら。さあ、どれだ。残念。残念。残念。まあ、おかしい。どこで間違った？やばい、雨降ってきた。先に洗濯物取り込まないと。おい、サイカ、雨が降ってきたから洗濯物ついでに取り込んできたぞ。な、何を勝手に私の分まで取り込んでるんですか。だってほっといたらずぶ濡れだったぞ。親切でやったんだから怒るなって。う、正論です。ですけど、せめてきちんと分けてください。あなたと私の混ざってしまってますよ。うん、ごめん。よし、選別終わり。部屋に戻って片付けてくるよ。あ、はい、ありがとうございました。なんで平気なのかな。肌身につけるものが混ざってたら普通、恥ずかしいのに。無神経勇者。あら、これラルクのシャツ。もうそそっかしいんだから。ちょっぴり残ってるラルクの匂い。悪いサイカ、俺のシャツが一枚紛れ込んで。何やってんだ。ね、匂い。そう、匂いで確認してたんです。それだけですから。本当ですから。ネオコロムの習性なんですから。うん、どうぞ持っていってください。というか出て行って。ジオレットのやつ、
またドアをきちんと閉めていないし、いくら強くたって女の子なんだから不用事。ウェイトトレーニング用のバーベルに押しつぶされそうになるだなんて。だって外に不穏な気配を感じたから反射的に飛び出していこうとしちゃって、それでつい。でも勇者様だったのなら声をかけてくれればよかったんですよ。そしたらこんな失敗しなかったのに。いや、あの状況で声をかけたりなんか普通はできないだろうに。あの状況？え、いや、なんでもない。勇者くん、ラルク、目を閉じて、ぬくもり、いいよ、勇者くん、混じり合っ、もっと、つながっ。もしかして。もう少し。なんだ、もしかして、もう、あなたの匂い、すごい。
どうしてラル…その…ここだけ…その…高い力、優しいね。一緒に行こう。おお、綺麗。大丈夫か？ミナ、むしろ大感謝。え？おい、サイカってば、何をボケっとしてるんだよ。あ、すみません。今日はすごく月が綺麗だから、つい。おお、確かに。月をめでるのは、ヤマト伝来の文化らしいです。私も、好きかも。そろそろ俺は休むよ。サイカも夜更かしはほどほどにな。はい。剣よ、光よ。
か？ウキュウ、モキュウ、ウキュキュウ。やばい。いやいや、いたずらにしたってちょっと悪ふざけが過ぎ。ウキュウ、モキュウ。なあ！ちょ、馬乗りになるな。がっくんくんとかするな。モキュウ、モキュウ。帯とかほどいて。どうするつもりだ？っていうか、ベルトに手をかけるな！キュイキュイキュー。ん、サイカ、ごめん。ふぎゃ。マキュ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 キュナキュ。おい、待ててばサイカ。どこへ行くんだよ。つまりさっきのはネオコルムとしての本能がお月様によって呼び起こされたと。はい、面目ありません。あ、まあそんなにしょげるなよ。本能ならどうしようもないんだし。あ、でも島にいた時とかはどうしてたんだ？こんな死体初めてなんです。島では一度だってなかったのに。なんてはしたない。環境の変化のせいかもしれないな。とにかく事故ってことで忘れるから、サイカも気にするなよ。じゃあな。そんなはずありません。あんな変態勇者に求愛なんてしてないもん。ねえ勇者様。俺の番だな。力みんな。
俺の番だな。くらっ、参ります。ターン、全力全開、てやっ、お返しだ、とりゃみんな。参ります。ここは引きましょう。僕の出番だね。かっ、ピアノターン、えい、やってやる、くらっ、参ります。ターン、ターン、よっしゃ任せろ、くらっ、キリスマイル、やー、全力全開、てやっ、あ、ピアノターン、もん、俺の番だな。くらっ、ま、切り捨てる、カム、全力全開、てや、よっしゃ任せろ、とりゃ、ピアノターン、えい、よっしゃ任せろ、くらっ、参ります。全力全開、やる、おう、よくここまで来たよね。お待ちなさい。おじょ。ああ、
く。俺の番だな。くらっ。まっ、こ、やってやる。くらっ。頑張っちゃうよ。てやっ。キリステル、ターン。なあ、お返しだ。てやるや。よっしゃ、任せろ。俺と頑張っちゃうよ。てやっ。ピアの番、えい。やってやる。くらっ。いざ尋常に勝負。ターン。頑張っちゃうよ。てやっ。まずは誰か、えい。キリステル、ターン。もう一丁、出るや。よし。参ります。ここは引きましょう。やってやる。力。うわ。見る。うわ。参ります。ピアノターン。